さて、ここからの部エリよろしい。お疲れ様です。バッテリー、バッテリー。ここは一体どこでしょう。おお、しょっぱなから、おお、猫。おお、見逃すとこでした。今の見逃しちょっとやばかったね。はい、結構なヒルクライムのぐねぐね上がり、いやー面白いですね。はい、上り坂、この上り坂でぐねぐね、おー、やばい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 、一回アクセル戻る、一回危ねえ、一回アクセル戻してやばい、もうそういう角度、やばい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 、徒歩が一番きついと思われね、ただのつづらに見えるんですけど角度が半端じゃない。お、岩だ。これ。これ帰ってくるよな、これ。これ。わあ、これ戻ってこないけんかったらあの岩やばいよ。登れんのんじゃない。あの前にどんどん離されております。でもやっぱりね、ペースを上げたら危ないよ。わあ。ほんま落ちたら落ちたらやばいですね、これ危ない、危ない、気抜いたらやられるところだ。深いわ、わだち深いわ。うわー、落ちたこれ、これ登りよるいうことでしょうね、このわだち。この角度でこのわだち登るんかな。バイク立つもんね、普通にね。やばい、もう食べたもんが出そう、食べたもんが出そうよ。わお、みんな岩の上飛ぶようですね、すごいな。よいしょ、滑る滑る、よいしょ。いや、それでもね、みんな止まることなくサクサク走っております。これね、はっきり言いまして結構やばいレベルっすよ。普通のね、普通の林道車両はね、こういうとこ多分ね上がれないんじゃないかなと思うんだけど口の中に虫が入りました。あまり美味しくないです、少しほろ苦さを感じます。もしかして鉄分とかそういうのが補給できるんだ。おっと、なんだ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 、急角度からの、ね、セクションになるわけですね。おお、あのつづらを上がるのはちょっとしんどい。あ、ここで止まっているということ。はい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 、すいませんすいません。お、そのまま、お、そのまま上がった、さすが。なんかこうそういったものをね、ひしひしと感じられるっていうのはやっぱりこういったオフロードバイクの、おお、なんか嫌な予感がするな。おいや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 、いや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 、それ崖崖崖崖、ちょっと待って、今なんかちょっと今動画でいいこと喋りよったのに、なんかいきなり崖降り出したんだけどいや普通に崖、崖よ崖。いや、わお、普通に崖、崖降りてます、崖。これもしかして登るんすか、これ登るんす、嘘、そうなんす、マジか、頑張らねえけんじゃないですか。うわー、止まったらまずい、止まったらまずい、これはまずい。おいしょ、わー、これで道に迷わんのすごいね、やっぱ地元スペシャルですね、これ多分間違いなくどこか分からないならね、僕ら。あ、休憩ですか、休憩ですか、あー、ありがとうございます。さあ、上がるのか、上がるのか、おおおー、止まんないよ、セロ頑張れ、あ
いっぱいいっぱいだ。おお。もう余裕で上がるね。さすが。あとね、よっ。違うの、静かになったんじゃないの。グッと、ね、グッと、おらへんと、もしミスったら、これ落ちたりしたら結構やばいもん。結構じゃない、絶対やばいよ。落ちたら絶対やばいもん。よかったっけ。あんなんだったっけ。お、カメラマンが行った、カメラマンが行った、カメラ飛びながら行ったよ。これそろそろまくれマークしてるね、機関と。さあ、ノブさん行った。普通に上がっちゃってましたね。これどんなんだったっけ、先がやばいんじゃなかったっけ。ちょっと待って、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 ちょっと待って。うわー、うまーい、ナイスー。午後から例の早を登ってコニャを聞きたいと思いますんで。あ、三つ黒さん、例のセリフお願いします。あ、待ってください。はい、すいません、すいません。やばい。わ、マジで。ちょっと待って、止まらんけ。止まれんけ。わー、いやー、ナイス。おー、リベンジを。おおおおおお、わー、ナイス、かっこいい。あーですよね。おー、ナイス。フロントが刺さるか、お腹がこうドスッとなって金玉がブフって潰れるか。まあしょうがない、僕大きい系、ちょっと打っただけで潰れるぐらい大きい系、ええ、玉だけ。じゃあそれでお願いします。じゃあそれでいきますか。みんなちゃんと取ってあげてよ、一番の散り際を。散り際、いや、とりあえずなんかこう言っとけということなんで。いや、やだな、絶対痛いよな、これ絶対痛いよな。痛いわこれ、痛いわ。ちょっと待って、力入らんけ。ありがとうございます。ありがとうございます。誰かリベンジを、誰かリベンジを。もうすぐそこだったんですね。え、やっぱり飛んどこうか。だから迷うんだったもんやけど。あー、確かに。帰ってこれたよ。いや、無事じゃないよ、全然。無事じゃないっすから。
あのもうあの男として機能が使えるかどうかわからんすから、これあの責任持って熟慮さんにあのテストしてもらわんとちょっと調子乗りすぎました、すいませんでしたいやいや、いけると思ったんですけどね、全然ダメだった。あすごい。9番で引っ付けれるんですね。はい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 。ね、これめっちゃ楽しい。ありがとうございます。これはポンプなんですか。あ、これあれが違うんだ。ああ。ほんまに今日一日ほんまに遊びましたんで、うん、面白いところで、うん、でもそうですね、また、うん、走り方やらないやらやっぱりそういうのも楽しいのあれが結構あると思うんで、また逆に詰まってからダラダラ行くだけでやっぱり詰まないよな、すごいね、やれる伏せるのにでも、ね、ちょっとこれはねほんまにあのおもてなしさえこれはちょっと申し訳なさすぎてちょっとなんかそうですね、一芸でも見せるしかないね、いっちゃんいや、僕もあの金玉封鎖くらいじゃなかった、残りの男としての人生をあのここに置いてきたんで、僕もう一個潰さないけどもう一個撤収作業、これだけの荷物をみんな出して積んでてね、すごいこれだけでお仕事ですもんね、これ思うとほんまにおもてなし精神ってすごいですね。じゃあ今日はあの広島より遠藤博丸、ご苦労様でした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。お世話になりましたね。もう振り付けていけば本当にありがとうございます。いやこの間のね、GBN のあの上位入場者ばっかりなんで、いやいや皆さん参考にさせてもらおうかと思ったんだけど、ちょっとクラスが若い人もいない。はい、本当ありがとうございます。どうもありがとうございます。僕の男を誰か回収に行っとってください。詳細は三つ黒さんの動画で。あ、僕らフラット班の方で一緒にさせてもらったけど、そうです ね厳しい方を見ておった人と一緒に勝ちたいなと。もう煽らんでいいけど頭痛いよね。次はもっと厳しいとこへ。もっと厳しかったら僕ほんまに潰れるんじゃないですか。まあ、楽しいリングがいっぱいあるんで、ね、ハラグロランドとかいうやつ。怖っ怖っ。なんかおかしいな、フラットのはずなのにフラフラする。フラットする理由があったんだ。あ、そういうことですね。はい、フラットリンドですね。素直な感想ぜひ動画にさせてもらいたいと思います。いい、はい、ありがとうございます。じゃあぜひぜひまた広島の方でも機会があれば遊びに来てもらえれば、はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、これすごいわ。これ反則だよ、マジで。こんなに違うんか。この時期に、ねえ、こんな草むしりなんかできんなと思うんだけど、全然余裕。すごい、全然暑くない。あと、フード付きがいいね、この、こっから風が出るの。バイクに乗るときはフードなくてもいいと思うんだけど、こういう作業だったら、圧倒的にフード付きっすね、これ。ジャクジャきついな、頭まで風が上がってこないな。
今日ですね。今日にしてちゃんとこっから風が出るぐらいじゃなきゃやっぱ涼しくない。でも全然違うね、やっぱり。これはすごい売れる理由がわかるし、買う人たちがね、なぜそんなタフなのかっていうのもね、わかる。うん。いや、どうもどうもありがとうございます。本当ね、すごいこれは。活用させていただきたいと思います。すごい。かゆい。めっちゃ蚊に刺された。